はい、どうも、チョアボくんゲームでございます。ということで、今回もね、ウィリアプリ2018動画についてやっていきたいと思います。今回は、イベントがね、新しく始まったんで、こちらの解説、攻略など、いろいろやっていきたいと思います。はい、ということで、新しいツアーイベントだね。まあ、イタリアンリーグガチャが今来てるということで、それについての、あれなんだと思いますけど、ちょっとね、いろいろお話したいことたくさんあって、まずこのね、イベントやった方がいいのか、やらない方がいいのかとか、なんかそういうお話あるんですけど、まあ、これはやっていいと思います、全然。レベルアップ上限トレーナーがあるんで、そこに関してはね、一ついいところですね。で、あとね、このトレーニング、スペシャルトレーナーの経験値のやつももらえるんで、まあ、ガチャでゲットしたばかりの選手、まだレベルアップしてない選手がね、いる方は本当にこれ、イベントしっかりやった方がいいと思います。はい。ただね、ちょっと後でお話しするんですけど、イベントボーナスキャラについてのちょっとお話がね、あるんですけど、そこがね、かなりシビアになったんで、今回からまた。はい、でね、1万ツアーポイントで一応これ、レベルアップ上限トレーナー1人。で、3万で1人、あ、2人。3万で2人か。で、1万でも2人もらえますね、レベルアップ上限が。で、計6枚かな。5万ツアーポイントの招待試合で2枚なんで、全部で6枚で、シムも合わせたらもうちょっともらえると思います。はい、シムも見るとね、これガンガンガンっていって、シム全然もらえねえな、てかシムのツアーポイントシビアだな、結構。5万で1人か、結構きついなこれシムがなかなかシビアだったのがあれですけど、はい、ということで、まあ報酬に関してはまあ悪くはないって感じですね。ただ基本的にはこっちやるって感じです。はい、で、ちょっとイベントのボーナスについてね、解説しようかなと思います。はい、まずね、イベント説明から、ボーナス選手っていうのをさっき見れたんですけど、こちらね。そうですね、でね、この上から見てもらうと、シーズンボーナス 18A-S17 って書いてあるんですけど、まあ上の方がね、18のガチャで当てた選手に適用されるボーナスです。はい、なので、17からアップデコから引き継いだ、まあ2017の頃に持っていた選手は全くボーナス発動されません。はい、全くってわけじゃないけど、もうほんと少ししかもらえない。で、イベントボーナス、下記エージェントから獲得できる全ての選手ということで、今来てるね、イタリアンリーグガチャ、ボリューム1の方から当たる選手。そして、キープレイヤーボーナス、2017、2018シーズンプレイヤー A の選手。ここめちゃくちゃ注目なんですけど、この選手たちね、持ってるからといってボーナス発動するわけじゃないです。はい。18でこの選手たちを当てた場合のみ、あとはスカウトでゲットした場合のみ適用されます。はい。なので、かなりね、きつくなってきますね、ツアーイベントも。だから17でブッフォン持ってて、そのままね、18でも、まあ、アップデコブッフォン持ってるから、ボーナスゲットだぜじゃないんですよね。はい、あとでちょっと僕、ブッフォンね、17と18で1体ずつちょっと当たったんで、まあそれでお見せしようと思うんですけど、ボーナスがもう天と地の差。はい。で、まあ、カジェホン、ハムシク、リバラ、ナインゴラン、ブッフォン。で、これ18で新しく当てた選手じゃなきゃ発動されないです。はい。で、ちょっとね、チーム、マネジメントでボーナス見ていこうと思います。はい。こんな感じで、まあ、なってて、青でね、表示されてる数字がおそらく18で当たったガチャ選手。で、緑が何かっていうと、18で当たったガチャ選手。キープレイヤー選手ですね。それで、ね、プラス。はい。なんで、ハムシクと、ブッフォンは一応ね、回したガチャで18当たったんで、こんな感じで、プレイヤーボーナスついてます。はい。で、ちょっとね、これで17のブッフォン見ていただきたいんですけど、これがひどいんで、本当に。いや、コナミさんかなり絞ってきましたね、このイベントに関しても。はい。ということで、ここにね、ジャンルイジブッフォン、左画面の真ん中付近見ていただくと、いますね。で、この、リザーブにいる方が17バージョン。おっと、電池がなくなってきた。充電をしよう。で、今、スタメンにいる方が18のブッフォンです。はい。ほら、全然ボーナス違うでしょ。これがかなりきついですね、やっぱり。だから17で持ってる選手はそのまま引き継いだからといって、ボーナスが発動するわけじゃないと。はい、で、ほら、こんな感じで、ジャンル S17。まあ、シーズン17ね。で、こちらが18の選手。はい。で、僕、ガチャ何回か引いて、まあ、当てることできたんでよかったですけど、これ、また当たってなかったら、キープレイヤー。
かなりきつかったね、このイベント回すのも多分。いやーめっちゃシビアですよ、だからイベントこれ。今度からまあ18から新しく始めるイベントについては、ツアーイベントはかなりきつくなってきます。はい、ということでちょっとスーパースタートね、やっていきたいかなと思います。なんかね、今作のコンピューターめちゃくちゃ強い匂いするんですよ。だからまあ、一筋縄じゃいかないですけど、点取れるとこで取っていきたいですね。はい、ということで、いやー、イカルディか、イカルディ、ネイマール、イスコ、ディマリア、カンテといって、まあ、結構辛いですね、なかなか。頑張っていきます。そう、だからほんとシーズンプレイヤーで、シーズンで全然変わる。18でゲット、シーズン18、2018アップデ後に当てた選手と、17で以前から持ってる選手では、もう本当にイベントのポイント、キープレイヤーのボーナスが違うんで、まあ、だからかなりきつくなってくるよね。本当だってガチャで当たんなかったらなかなか終わりなレベルだからね。うまいんだよな、この。よし、ナイス。うわー、インターセプトうまっ。インターセプトクソうまいんだよ。で、僕のチーム、チームスピリットがね、まだ80、なんていうの、60ぐらいか。なんで、いや、危なっ。チームスピリット67ぐらいなんで、結構それもきついんですよね。スカット評価がね、38.6 ぐらい、現時点で。いやー、パスミスが多い、ちょっと。いや、うまいな、パスが。あぶねー。ほんとうまい、この人たち。スーパースターはマジで化け物。いや、うまいんだって、これ。いや、うますぎ。いや、危なーってか、マジで、ほんとうまい。スーパースターこれマジでうまいっす。どう崩せばいいんだろう。やっぱここでまずはヘッドセリ勝つことは大事。で、アランがね、ここ、ボールコントロールがマジで小学生ぶりぐらい、バリぐらいの。いや、いいね。うわー、ハムシック、そこ。ハムシック。ハムシック、そこ。ちょっとなんかセンターバックが威圧かけてきたのは怖かったけど、だからイベント攻略解説的にはね、まあ、解説は一応できたと思います。でスーパースターに関してなんだけど、正直なところ言うとなんかめちゃくちゃ強くなってるイメージですね、俺個人的には。ほんとこの辺もガッツ、いやー、でこの勝手にパス出すバグがやばい。多分18でもうお気づきの方たくさんいると思いますけど、なんかボール取ったら勝手にコンピューターが蹴るんですよね。そう、このバグどうにかしてほしい。いや、遅い遅い遅い。ナイス。これきついっすね、マジで。いや、マジ、それ取られたらまずくね。あぶねー、もう蹴ろう、これ。蹴りましょう。蹴、おい、どこ蹴ってんの、これ。あぶねー。さあ、場面、うわ、いやー、相手の足が1個先へ伸びる。ナイス。さあ、うわ、うまいなー、おい。ほら、この勝手に出るのやめて、ほんと。あぶねー、もうほんとにこのバグ直んないのかな。出ろ、あぶねえ、異常にうまい。カーソルチェンジが早いんだよ、それ。これまたゲー来たよ、これはあるよ。フォア面いけ、いやー、そこでパス、ちょっと根下打とうと思ったけど入力が入んなかったな。うまいぞ、これ。な、いや。危ないね。危ないね。危ないね。さあ、ここはロナウドの力を借りよう。いやー、くそ。くそ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 。
はい、ということで、まあ、前半は 0-0 ということで、すごい押し込まれてはおりますが、まだなんとか点は取られないぞ。でも個人的にやった感想として、まあ、気のせいかもしれないんですけど、なんか強くなってる気はしますね。16、17、17、お、来た、これ。いや、敵早っ。なんか相手のスーパーサーさ、オバメヨンより普通に早いっていう謎事件起きるよね。しかも取られないんだよな、こういうところで。スーパースター、コンピューターは。やはりきっちり。お、取ったし。そう、まあ、38.6 ツアーポイントで勝ったらどんくらいもらえるのかっていうのもまあ気になるところなんですけど、そう、うめえな今の。17で引き継いだ選手がイベントで使えないっていうのは結構きついっすよね。実際、うわー、もうキーパー、何、キーパー立ってるだけだったよ今。本家だった今の。決めろ、オバメヤング。うわー、全員の体力がそがれてきた。ここらで1点決めたいぜ。ただこの人たちうまいからな、ボール回し。そう、この辺もさ、もう直進、その直進が本当に嫌だ。あの直進マジで止めれないですよね、横から行くと。来たよ、ここでロナウドを使いたい。さあ難しい、これは決めよ。よっしゃー、オッケー、俺ここにいるってばよ。んー、クリスティアーノ・ロナウド、坊主バージョン。いやー、それにしてもこのイベント過酷そうですね。てかこれから18から始まるイベントがマジで過酷かもしれん。てか重大情報すぎるよな。17で、やばいやばい、ちょっと待って。いや、うまっ、ナイスブッフォン。いや、うますぎでしょ今の。17の引き継ぎのそのままの選手たちがイベントで使えないって結構悲しいというか、辛いよね。これ本当イベント攻略するのっていうのがかなり難しくなってくる。いや、もうここら辺の地味なプレーがね、地味なミスが響いてくるんで、これ。 OK、 さあいいね。さあ相手のプレスがクソ早いですけど、よいしょよいしょよいしょ、うわー完璧、コンカ、おいへい、コントロールシュート、おお、それはいいね。そのでんぐり返しは完璧だ。この3人目の動きを利用する。そしてコントロールシュートでインサイドできっちりね、相手の逆をついて流し込んでいくと。 2-0 だったらね、ちょっとは安心ですね。ただいきなり追いつかれることもあるから、そんなに安心し、安心安心ってことではないよ、ブフォン。相手香川出してるな。このブッフォンのドッジボールみたいな投げ方めっちゃ怖いんだけど。うわ、いいね。いいね。コンカーっつって、うわ、コントロールカーブが止められちったぜ。まあ今の仕方ないと。この勝手にやっぱパス出すよな。いや強い、ディフェンスがいいね、やるね。ただマナラスナイス、しっかり弾いていけ。オッサイないか、キーパー出ろもうキーパー出るタイミングいかれてたね今。オッケーオッケーオッケー、よっしゃー。ということで 2-0 でね、なんとかスーパースター撃破できました。どんくらいツアーポイントもらえるのかな。マスカット評価が 38.6、 そんなにたくさんはもらえないかもしれないけど。2700、本日の初勝利ありがとう。2000と54か、あーでもいいんじゃない。うん、今回5万ツアーポイントまでなんで、一応2000もらえれば十分ですね。
いやそれにしてもスーパースターなんか強くなった気もします。はい、ということでぜひねちょっとこれイベント攻略、解説、まあ、まるっとね今回のイベントをやるべきかやらないべきかとかいろいろ解説しましたけど、やっぱツアーイベントキャラ当てれないとめっちゃきついですこれ。うん、実際ただまああのスペシャルトレーナーは欲しいところではあるんでね、やったはいいんですけど、めちゃくちゃきついですねやっぱ。だから17でね、ゲットできた選手が使えることは使えるんですけど、ボーナスがつかないっていうのが非常に悲しい出来事ですね。はい、今回はちょっとそれをお伝えしたかったですね。はい、ということでね、今回はこの辺で動画終わってまた次回やっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。もしまだチャンネル登録してない方いたらぜひ、僕の左上の顔マークの方からよろしくお願いします。右側にはおすすめ動画載せてるんで、ぜひそちらもご覧ください。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。